哇，这什么东西？1万匹以上的，哇，1万。今天我们来到了全世界水母种类最多的水族馆。すげえ。26年かかってやっとここまで綺麗に展示できるんだ。この展示の一番難しいところって。バランスだね。バランス。水の回し方、餌の上げ方。はい。それから水の繰り替え方。全てにおいてすごい絶妙なバランスが必要。間違えると死んじゃうんですか。死ぬ。听说这里还是日本最奇怪的水族馆。珍しい魚いないよ。あ、いないんだ。だって珍しい魚は他の水族館で見れるから、別にここはいいの、いらない。こうやってね、どうやって食べ物がいいか。ああ、なかなかその食べ物の前にこうやって作らないよね。やっぱり魚って食べ物だよね。まあそうですね。キャンピングカーで日本縦断、全国各地の日本一を探せ。第28話、山形県日本一変な水族館。我也没有听说过水母为主的水族馆。馆长爷爷亲自接待了我们。是啊，那我往这边送什么字？东莞或者我们中国から来ました。中国どちらですか？中国の南京っていうところ。南京。自分は天津とか、はい、あ香港とか、珠海とかあの辺しか行ってない。あでも結構行ってるんですね。そう天津に行って天津飯食べようと思ったら。ないでしょ。ない。加茂水族館始建于1930年，有着近百年的历史。因为水母种类繁多。还有着水母梦想馆的爱称。听说馆长爷爷从18岁开始就在这里工作了。この時は自分がクラゲ調査でね、船で釣ってきたもの入ってます。あでも釣ったやつここに展示できないでしょ。してますよ。あ、してるんですか。キジハタ、赤い魚とか、はい、あれカンパチなんかこれで何年か前に釣ってきた。釣ったやつ。仕事時間に釣っていいんですか。いいよ。いいな。僕も釣り好きなんですよ。調査という名の遊びです。そんなこと言ったらやばい。でも珍しい魚がなかなか手に入んなくないですか。それやってたら。珍しい魚いないよ。あ、いないんだ。だって珍しい魚は他の水族館で見れるから、別にここはいいの、いらない。あとね、これだと海藻。海藻を誰が見るんですか。まあ見たい人見る。違う、不安心でしょ。大丈夫。誰も見てないですよこれ。と思うだろう。はい。1割ぐらい見てくれればいい。みんなが見たいものを展示してるんじゃなくて、はい、見せたいものを展示してる。海の現状、こういう海藻がなくなったらもう魚もいなくなるし、はいはい、そういうことを伝えてる。だから。没想到水槽对面的墙上居然贴着鱼类烹饪食谱。なんかもね、我々タラ汁って食べるんですよ、鍋。全部食べれるやつ。食べれるね。タラうまそう。こうやってね、どうやって食べ方がいいか書いてある。ああ。いいんですか。こういう水族館あんまない。どうやって食うかっていう。ああでもね、やっぱり魚って食べ物だよね。まあそうですね。だから。それを隠すっていうのはしない。ああ。珍しい。食べる。なかなかその食べ物の前にこうやって作らないよね。这里还有一个特别的区域。いろんなものが捨ててある。ああ。で、日常生活品もあれば、こういう業務。哎呀，垃圾。这都是海里的垃圾。これもそうですか。そう、全部。这全部都是海里的垃圾。これプラスチックゴミ。あ、クラゲと間違って食べちゃうんだこれ。そう、食べる。カメとかも死んじゃうし、マンボウさんも死んじゃう。よし。これ。網だとさ、そのまま。对。あ、どんどん絡んじゃう。絡んで死んじゃう。人間が食べる前に死んじゃうからもったいない。うん、もったいない。他们拿这时，
我在楼下的水池里发现了海狮。まあ、他の水族館にもこういうのあるじゃないですか。アシカのショーとか。カモ水族館の特徴は何なんですか。アシカのことってわからないじゃないですか。うん、ここはどうやって歩くか、うん、であのコブは何なのか、はい、耳はついてるのかついてないのか、そうやって動物としてのアシカをみんなに分かってもらおうという取り組みにしました。分かりやすい。馆长爷爷不仅把海狮表演变成了动物科普，还把一周四次的表演缩减到了两次。あとね、ここはね、アシカに関しては産休っていうかね、夏休みがあるんですよ。夏は繁殖期になるので落ち着かないから、はい、もうやめる。夏一番ね、子供が来る時期なのにね、一番儲かる時期なの、だから子供には我慢してもらう。终于可以看到漂亮的水母了。中国の水族館でもね、クラゲの展示は多くなったんだけども、多いところで20種ここは多分今日現在80種です。あ、世界で一番ですよね。そう、出た。そう、コティドリーザツペルクラータっていうクラゲで、目玉焼きクラゲって言われてる。なんで目玉焼きじゃん。あ、目玉焼き。对，有点像。水族馆现在的游客已经突破了400万人，但据说这里曾经差点破产。1997年の頃は1年間9万人まで落ち込んで、でもたまたま偶然、クラゲをいっぱい展示したらお客さんが徐々に増えてきて、2012年、27万人だったり、それがクラゲの魅力だけ3倍になって、でこの水族館を作った。そしたらそのオープンして10ヶ月間で70万人超えた。でどんどんこういう展示することによって遠くからお客さんが来るようになった。それで十分ちっちゃい水族館だから間に合ってる。その代わり世界でも誰も見たことのないような光景をお見せしますという自信を持ってやってる。参观结束后，我没想到今天的午饭竟然是。做什么？クラゲだよ、水母。太香了，可以吧？嗯，好吃。这口感，コリコリするイカみたいな。啊，真的很好吃。这个也是吗？这个是。我要这个。我来吃。不好吃吗？什么不好吃呢？我也是。这个也是水母吗？是的。全部都是水母。水母比较多的这个水族馆，然后是水母，是水母料理，应该是他的口袋里的手。他吗？这个水族馆对馆长的一个口袋里，我觉得很正常啊，我觉得这个是挺好的。我们经常去水族馆看鱼的时候，也经常说嘛，啊，这个看起来好好吃。对对对，一样的嘛。但是他这边告诉你怎么吃，好吃，我也头一次见。我觉得挺好的，为了更多的了解，反正要吃的。Ha ha.